ばんは、こんにちは、おはようございます。神田彩です。さあ、こちらナスの畑に来ました。ナスが苗がちっちゃい状態で植えたんですが、だいぶね、活着して少しだけ大きくなりました。花芽もね、もともとついてたので、もう少ししたらね、芽が、実がね、ついてくると思いますが、忘れずにね、実がついたら摘果して木をね、まず大きくしようと思います。この辺はね、ちっちゃいですね。こんなちっちゃい苗ですが、今はね、あとちょっとしたら大きくなりますので、多分ね、ご安心、皆さんね、ご安心していただけるかなと思います。で、こちらさっきのね、前回の動画で竹をね、抜いてきたんですが、それを移動して、こちらナスの畑にね、こうやって刺してあります。最初はちょっと足りないかと思ってね、10株に1本ですね、刺していったんですが、どうやらね、足りるということで、5株に1本ですね、刺していっております。で、もうちょっと大きくなったらね、紐を引っ張って、支柱として、紐支柱ですね、紐支柱をして安定させてあげようと思います。で、もう最初はね、新規収納してお金がないので、アーチパイプをね、使ってフラワーネットみたいな感じでね、紐を引っ張って、で、横にね、伸びてくるやつも、固定できたらなと思うんですが、毎年ね、そんな大きくならないので、一本仕立て風にするのでね、紐支柱でいけれたら、それだけで一本仕立て風にしようかなとは思ってます。ちょっとね、ぼってったら結構、なんかこう、しっかりね、畑になったなという感じがしますね。すごいですね。今日ね、この作業終わったら、こちらね、ピーマンの補助になる予定のところですね。こちらを、今雑草がね、だいぶ生えてきてしまったので、こちらね、購入して、近々、明日のバイトが終わったらね、畝を立てようかと思ってます。で、今日の夕方、時間があったらね、この畝間通路ですね、通路を管理機でちょっと除草してやろうと思います。だいぶね、作業もだいぶ片付いてきました。片付けもね、作業もだいぶ進んできました。あとはね、管理作業と収穫作業ですね。夏、本格的に夏が始まったら、オクラとナスとピーマンと、あとジャガイモもね、どんどん植えないといけないですけど、前の方でそっちはね、追いついてないですね。玉ねぎも少しずつ収穫していただきます。はい、ということ、あ、あとですね、ご視聴ありがとうございました。バイビー。